スタートライン上では現在も少し向かい風の水面状態となっていまして、第11レースの戸田特選が始まります。対戦メンバー1号艇大阪村上光介、2号艇愛知天野桃和、3号艇埼玉鈴木健一、4号艇群馬洋津正嗣、5号艇群馬木澤俊之、6号艇志賀是澤貴博、以上6名の対戦です。前半戦2着のレースはスタート本番02でした。スタート残りました1番の村上が陰線です。初日は3着並べた2番の天野が2号艇、さあここはスタート負けずにいけるかどうか、3番の鈴木が3号艇、そしてダッシュが3艇、4番の萬津が4号艇など、こちらが前半戦本番06のスタートでした。ここまで全体キープ。前半2コースから差して1着、5番の久田、5番の久田が5コース、そのだいぶ前方になります6番のコレサが6コース、スタートまでは10秒見ます。11レース、新入隊形は1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。下がって最後を抜け出します。